はい、望月凛です。今回は日向作次先生の書かれた家賃は今すぐ下げられるを解説していきます。お前家賃いくらくらいだ？僕はだいたいワンルームで7万円ですね。7万円か。検事のくせに結構いいところ住んでるな。はい、でも本当どれだけ稼いでも家賃に吸い取られてしまうんですよね。うむ、その家賃下げられるぞ。え、本当ですか？ああ、考えればわかることだが、日本の人口は毎年減っているにもかかわらず、賃貸住宅は増え続けているわけだ。はい。その結果、日本では今大量に家が余っているのだ。へえ、そうなのか。実際に2040年には空室率が 40% 前後になると予想されている。 40%? ほぼ半分が空き家じゃないですか。ああ、であればマンションの家賃を下げてでも誰かに住んでもらわないと困るわけだよ。なるほど、そういうことか。今日の授業を受ければそんな家賃を下げる具体的な方法がわかるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は、空き家が増えることで家賃が下がるだな。まずは家賃が下げられる理由を説明していく。はい。さっきも言ったが、今日本の人口が減っていることは知っているだろう。はい、なんとなくは。2020年のデータでは日本人の住民が50万人減少し、外国人の住民が20万人増加している。つまり差し引きして毎年30万人が日本からいなくなっていることになる。30万人？おいおい、減りすぎだろ。今後さらに人口が減っていくスピードは加速していく。だが新築の住宅やマンションの数は2020年に81万戸も増えているんだ。何？もちろん今までに作られたマンションも取り壊されたりせずにそのまま残り続けているわけだ。そうなると当たり前だが家が余るわけだ。これが実際の空き家率のグラフだ。おい、家余りまくってんじゃねえか。ああ、野村総合研究所の調査によると2040年には家の空室率が 40% 前後になると予測されている。 40%? ああ、もうわかるな。数が多いものは石ころと同じで価値が下がっていく。空室率が上昇するということは家賃の価格競争が起こって家賃が下がっていくということだ。おお、確かに家賃が低くても住んでもらえないよりはマシですもんね。ああ、つまりこれからは家賃の値段を下げなければ入居者が決まらなくなる。次は、激安のマンションが増えているだな。ということで、部屋を借りたい需要に対して賃貸マンションの供給が増えすぎたため家主さん同士の価格競争が始まろうとしているんだ。なるほど、あっちも住んでもらうために必死というわけか。ああ、実際に激安のマンションも出てきている。へー。ほんの数年前までは駅から歩いて行ける範囲であればどんなオンボロアパートでも家賃は3万円を下回ることはなかった。ところが今、東京23区を除いた地方では探せばワンルームの家賃は1万円台に突入している場所も増えているのだ。安いな。逆に損をするのはどんどん家賃が下がっているにもかかわらず、ずっと前にマンションの借り手が多かった頃の高い家賃のままずっと古いアパートに住み続けている人だ。そういう人は高いままの家賃を払い続けている可能性があるということだ。そういうことか。それなら家が余り空室率が増えていくことを見越して価格交渉をしなければ損になるわけだ。次は、敷金、礼金、仲介手数料を気にしなくていいだな。引っ越すとなると敷金礼金を気にする人もいると思う。それが歯止めとなって引っ越さないと決めている人も多いだろう。だがさっきも言ったが、もう貸して優位の時代は終わったのだ。マンションの借り手不足になっている現状では敷金礼金なしのケースが多いのだ。ちょっと前までは結構大金の敷金礼金を取ってましたよね。ああ、あれは過去の話だ。マジかよ。これを見ろ。これは？これは敷金と礼金がゼロの契約数を表したグラフだ。こんな風に敷金礼金がゼロの物件の契約が年々増えている。もちろんこれからぐっと伸びていくだろう。おお。もっと言うと、言われるがままに敷金礼金なんてものを払っている人は損をしているわけだ。借り手優位の今、交渉すれば敷金礼金などゼロにできる可能性が非常に高いのだ。なるほど。おとなしく敷金礼金を払っている場合じゃないぞ。
次は家電の値引きをするように家賃の値引きをするだな。さていかに今マンションの借り手が有利なのかを十分に理解してもらった上で、早速家賃交渉のやり方について説明しよう。よっ、待ってました。やるべきことは家電を買うときと一緒だ。家電？ああ、パソコンをビッグカメラで買うとき、もし山田電機で同じ商品が安く売っている場合、価格交渉するのはもう当たり前のことだろう。あ、そうですね。もし価格交渉を断られたら、山田電機でパソコンを買うだけだ。はい。つまり今自分の住んでいる物件と同じ条件で安い物件を見つけたら、価格交渉すれば家賃は確実に下げられるということだ。そういうことか。ああ、こうやって交渉するときは必ず比較する対象を見つけることだ。比較対象か。ああ、まず最初にやるべきことは自分たちの住んでいるマンションやアパートの家賃を調べてみることだ。自分のマンションの家賃？いや、だから7万円ですよ。それは10年前の話だろ。え？あ、はい。今自分のマンションの名前で検索すれば家賃が下がっている可能性があるぞ。もし今募集している家賃の値段が今自分が払っている家賃よりも安い場合は、2秒で交渉しに行くことだ。確かにこれは調べてなかったな。正直5000円ほど安くなっていたということは全然あり得る話だ。そして今後家賃はもっと下がっていくはずだから、時々自分のマンションの家賃をチェックしておくといいだろう。次は同じ条件の他のマンションと比べて家賃交渉するだな。自分のマンション内の家賃が安くなっていなかった場合は、次に近くの同じ条件のマンションで安い場所を見つけることだ。2020年度に81万戸も家は増えているんだ。必ず同じ条件で安くなっている物件があるはずだ。確かにそうですね。それをヤフー不動産賃貸で調べる。そして駅からの距離や部屋の広さが一致したら早速家賃交渉だ。例えるのならビッグカメラで商品を買うとき、ネットで検索して安く売っているお店を見つけて値段交渉すれば 100% 値下げできるのと同じだな。恐ろしい借り手だな。ああ、今や不景気で誰もがカツカツなのだから、ここまでやるのは当たり前だ。そうですね。甘い蜜ばっかり吸われている場合じゃないですよね。そうだ。そして交渉の仕方としては、今よりも家賃の低いところへの引っ越しを本気で検討することだ。こっちが下手に出るのではなく、対等な関係での交渉になる。もし大家さんにノーと言われたら、じゃあ引っ越しますと言えるようになっておくことが大切だ。次はギスギスするのを恐れて家賃交渉しないやつはカモだな。とはいえ日本人特有の空気を読む性格から、家賃交渉して大家さんや不動産屋さんと摩擦が生まれたら嫌だなと思うこともあるだろう。そうですよ、ギスギスするじゃないですか。うむ、そういうやつが一番のカモだな。ぐぬぬぬ。大家さんはお前のことなど毎月お金を払ってくれる赤の他人としか思っていないから気にするな。さっきも言ったんだが、ビッグカメラで家電を値切る感覚で値下げを交渉するんだ。その感覚ですね。ああ、どうしてもそれでも気まずいのが嫌という人は手紙を書くことだ。手紙か。ああ、それは不動産会社に出してもいい。そうだな、文面はこのウイルスが蔓延した社会で仕事が減っているため家賃を5000円ほど下げていただきたいです、でなければ他の同じ条件のマンションに引っ越しいたしますと書けば、まあ必ず下がるだろうな。あっちは住んでほしいわけだから。なるほど、頭いいな凛さん。何度も言おう、家主からしたら出て行かれるのが一番困るわけだ。なぜなら空き家が増えた今の時代では、次いつ入居してくれる人が現れるかわからないからだ。はい、そうですね。あと絶対に自分が希望する値下げ金額を書くことを忘れるな。値段を明確にか。ああ、基本は5000円から2万円の値引きを狙っていく。いくら値引きしてほしいのかを相手に委ねてはいけない。わかりました。考えてみろ、毎月5000円引けたら1年で6万円だ。6万円あったら、ほら、餃子の王将の餃子が1363個も食べられるぞ。いや、そんなに食べねえよ。次は家賃交渉をするのは契約更新を控えた時期がベストだな。もしマンションの契約年数がある場合は、次の契約更新を控えたタイミングで交渉するのがとても有効だ。なるほど。契約中はあっちも契約したことなのでと突っぱねてくることもある。まあやらないよりはやった方がいいけどな。はい。だが契約更新を控えた時期では、次に入居してくれる人を探すのがめんどくさいから、値段交渉にも応じてくれやすいんだ。了解です。
何度も言うが、手紙でもいい。とりあえず値引きしてほしい値段と比較する物件、引っ越しを検討していることを書いて出すと、本当に家賃が安くなることを忘れるな。やらないのは損だぞ。わかりました。最後はタワマンや有料物件では値段交渉しないだな。ちょっと注意事項なんだが、コモディティ化している物件だからこそ値段交渉できることを忘れるな。コモディティって何ですか？ふむ、つまりどこのメーカーで購入しても大差のない状態になった商品のことだ。なるほど。当たり前なんだが、どの不動産屋さんで借りても同じ部屋だからこそ、大家さんは値段交渉に応じてくれるわけであって、タワーマンションみたいにそもそも数が少ない物件は値段交渉は受けてもらえないだろう。やっぱそこは無理か。ああ、あっちも希少性とブランドを売っているわけだからな。それはルイ・ヴィトンで値下げ交渉するようなものだ。確かに恥ずかしいですね、それ。あくまで値下げするのはどこにでもありふれている物件の場合だけど、数が少ないものは価格が高いままだから値段交渉に応じてくれないだろう。まとめだな。人口が減っているのにマンションが増えている。空き家が増えることで家賃が下がる。価格競争が始まり、激安のマンションが増えている。敷金、礼金、仲介手数料を気にしなくていい。家電の値引きをするように家賃の値引きをする。今住んでいるマンションの家賃を調べて交渉する。同じ条件のマンションと比べて交渉する。ギスギスするのを恐れて家賃交渉しないやつはかも。まず手紙で家賃交渉する。家賃交渉をするのは契約更新を控えた時期がベスト。タワマンや有料物件では値段交渉しないだな。すごいな。確かに家賃ってなぜか月収の3分の1を持っていかれる厄介なものなんですよね。でも今日のでなんか踏ん切りがつきました。俺家賃交渉します。ふむ、正直家賃に3分の1持っていかれたらそりゃお金が残らないからな。そうですよ。とりあえず手紙だけでも出しておけ。わかりました。それでは今日の授業は終わりだな。ありがとうございました。今日の授業は終わり。また来てね。